はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はポケット戦国の続きプレイしていきたいと思います。実は少しだけあれから進めてましてですね、現在は有岡城攻めに入っています。で、武将も何人か雇いました。具体的にはですね、今からちょっとご覧いただきますが、武将情報というところで、まずはですね、有力どころで言うと前田玄意、夏香正家、この辺りを雇い入れました。あと梶才三ですね。で、あとですね、視聴者の方から前田刑事は騎馬適正にしたらっていうことだったので、一旦刑事は騎馬に陛下を変えていますというところですね。で、あと実はですね、もう一人雇い入れたい武将がいるんですが、それがですね、ちょっとその前に徴兵を入れておきたいけど、徴兵は入ってますね。雇い入れたい武将というのが、ここまででしばらくストップでいいかなとは思ってるんですが、どこ行ったかな。夏か正家までは雇い入れているので、浅熊盛政欲しいな。鬼現場佐久間盛政欲しいですけどね。どうしよう、佐久間盛政先にする。堀秀政もいますね。辰巳とかはいらないですよね。斎藤辰興。そうするとあとは、武将どころで言うと、いなくなってるな。真下長森かなんかがどっかにいたかなと思ったんですが、どうやら、織田の領地内からは一旦出てしまってるようですね。この状態だとさすがに雇い入れられないので、佐久間盛政を入れるか。収入が9000に減っちゃうけど、しょうがないでしょう。ここは周辺国からの金の貢ぎ物に期待しましょう。で、今は有岡城攻略中ですね。そしたら信金をちょっと一旦移動させたいので、移動させちゃいましょう。で、どこに移動するかというと、今はですね、どうしても、筒井家、大和の筒井家と伊勢の北畠家とは戦闘をしたくないので、これらに関してはすぐにでも、お金がなくて盛政雇えないか、すぐにでも、いわゆる外交が打てるような状態にはしておきたいなという思いがあるんですよね。じゃあ有岡城を落としましたので釈放します。篠原長房に関しては特段どうしても欲しい部署ではないの で、そしたらここで徴兵をかけておいて、お金がないか、全てお金だな。で、信長自ら登用に行けば盛政も無償で入ってくれるんじゃないかな。ここだったかな、ここですね。敵軍団と遭遇。別所隊がここで来たか。一旦退却しましょう。ここは今無理して戦う必要はないので、
織田家から独立しやがったか。で、あと注意しなきゃいけないところで言うと、まあ、上杉なんですが、その上杉がね、ちょっとどういう動きをしてくるか、この先少し読めないので、まあ、しっかり上杉を叩く準備をしておきたいなというところと、あと今独立してきたところは、まあ、鈴木がいるので鈴木に任せておけばいいかな。問題は筒井なんですよね。筒井がめちゃくちゃ城でかくなってるんで、本当に注意が必要なんですよね。で、一旦兵を引いたものの、どうしようかな。士気が10だとちょっとさすがに戦闘には耐えきれないんで、一旦士気の回復を待ちつつ、その間に現場を、雇いに行きましょう。7048しかないんで、まあ無償で雇えることを願いつつですね。で、あとは親善、ここは光秀に金に千を持たせて、北畑、あとは、秀吉に金を、おっと用は特にないぞ。ちょっと待ってくださいね。いや、シリとか全然使わないんでね、勝手に動き始められるとびっくりしちゃいますけど。で、人材登用じゃないんだな。親善です。で、親善を。つついに行っておきましょう。まあ、何にもしないとどん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 落ちていくだけなんで。で、いやー、ここまで表立って敵対してくるとは思わなかったな。で、あとは今ここに居城にしているんで、藤高を移動させましょう。藤高はそうだな、尾張清須に入れますか。で、尾張清須は内政を自動化しちゃいましょうね。金不足か。2500、しょうがないね。有岡城が落とされて、本願寺か。本願寺もね、叩いておきたいですけどね、さっさと。兵士援助、まあ1000ぐらい出してあげましょう。真下長森は北畑に今いますね。ここにいますね。ここに。そうか、真下長森は今北畑か。まあ、今後より一層財政難になるのは明白なので、一刻も早く、まずは有岡城を取り返しにかかりますか。信長が帰陣したらすぐにでも始めますか。じゃあ、その有岡城奪還作戦を。
よし、金が1万来たね。この金1万ってね、結構大きいんですよね。そしたら森政、いや信盛か、信盛の方には神前を入れます。今入ってきた5000を使って筒井に媚びを売りに行きましょう。でさらに信兼にも同じように金5000を持たせて北畑と吉見を通じておきます。まあ、今筒井北畑と戦う余裕は全くないですからね。さあそしたら信長が戻ってきましたので、信長を使って出陣していきましょう。まあ、ここで別所帯2000を完全に撃破しきることができれば問題ないかな。ここはもう魚鱗の陣を引いて粉砕にかかりますか。いや、角翼の陣にしとくか。で両脇は騎馬隊で、信長と光秀を中心に陣を組みましょう。こんなところかな。で敵は2体か。まあ全く問題にならないかな、これだったら。まあポイントは完全に敵をゼロにするってことですね。ここは騎馬突撃を、まあ、ぶちかましていきましょうという感じかな。で信長は玉込めしましょう。三段打ちで同じく光秀も玉込めします。完全にゼロにまでできなかったか。200残しちゃいましたけど、まあ全く問題ないですね。これで別所軍勢は兵を減らしたはずだ。武田からも金100か、大きいですね。1万1万。そしたら有岡城を落としたので一旦ここで施しを入れておきましょう。でこれは現場にやらせておきましょう。2000を使って有岡城で施しをして、その間に兵が回復次第次はここ大御城、ここを攻めましょう。金か、まあ援助してあげよう。400円でいいならね、安いもんですからね。では兵が回復しましたので
大御城攻めにかかります。ここも力攻めに変えて一気に城を落としましょう。よし、敵が出てきたな。ここは敵を粉砕しましょう。敵は5000、味方は1万、まあ、倍の兵なので、まあ、十分に勝てるとは思うんですが、味方は少し兵を減らしてますんで、まあ、油断禁物っていうところにはなりますね。では、信長と光秀の鉄砲隊を中心に、両脇を足軽、さらに両右翼は騎馬隊で固めましょう。まあ、いつもの陣形ですね。で、敵の陣形はというと足軽、あとは侍隊ですね。まあ全く問題にならないかな。これだったら問題ないでしょう。まあ、ここは勝てれば問題ないですね。もう敵の城の防御力はないも同然だったので、ここは三段打ちを使ってさらにコブも打っちゃいますか。もう勝敗は揺るがないとは思いますんで、いやー、でもやっぱり前田慶次の騎馬突撃かなり強かったですね。まあ基本的には別所安春か。政治70に軍事66はなかなか優秀ですね。別所村春の着弾、武勇に優れ三好家の軍勢を撃退。まあそうですね、これ結構優秀ですね。さあ、みんなチリジリになっていきましたね。
そしたら、まずは自動徴兵をしてすぐ時間を止めて、まず森政は一旦再び大御所に移動させて、で、まあ、例によってというわけではないんですが、いつもの外交しておきましょう。親善。で、信兼も外交、まあ、親善ですね。金を貢いで貢いで、とにかく北畑と筒井と戦闘にならないように、ここはもう下手下手の外交でいきましょう。やっぱり外交に限らずね、人と接するときは、まあ、いい、下手に出るっていうとちょっと言い方はあれなんですけど、まあ、とにかくね、丁寧に接するっていうのはかなり重要ですからね。仕事とかで電話だけで話したりする社内の人とかいるんですけど、もうね、とにかく態度が悪いやつとは、もうげんなりしますよね。まあ、それと同じで、自分は、他人の振り見て我が振り直せではないんですけど、できるだけ丁寧な言葉遣いをするように気をつけてはいるんですけどね。では、三好の三木城攻めにかかりましょう。でね、それはやっぱり女の子と接する、女性と接するときもね、かなり重要なんですよね。特に僕タイとかにね、たまに遊びに行くの、ツイッターとか見ていただいている方はよくよくご存知かもしれないんですけど、本当にね、まあ、お姫様のように扱ってあげるっていうのはね、かなり重要ですからね。自分はそうするようにはしているんですが、よし、山名から1万入ってきましたね。この金結構重要なんだよな。筒井との間が倹約になってるのが、まあ、よくないね。まあ、ここは釈放して三好の財政を圧迫させましょう。で、お金が入ってきたんで、お金が入ってきたらやることといえば、もうくどいんですが、外交ですね。でね、やっぱり女の子、女性、まあ、タイ遊びに行って女の子と遊んだりするときは、もう本当にね、丁寧に丁寧にこう、なんだろうな、こうガラス細工を扱うかのごとく、とにかく気を使って丁寧に接すると、その分ね、楽しいんですよね、やっぱり。向こうも楽しい気分になってくれると、こっちも楽しい気分になるっていう、ね、まあ皆さんそうだと思うんですけど、まあそれはそういう遊びに行った時に限らず、風俗とかで遊ぶ時もね、できるだけそうするように心がけてはいるんですが。さてと、これで一旦は摂津の接収が完了したって言っていいのかな。摂津の接収が完了したんで、このまま三好討伐に入りますか。毛利とは通常か。毛利の総兵力は1万5千、まあ、決して多くはないですね。長宗我部は1万3千、まあ、まともに戦えば当然勝てるなって考えると、どうでしょう、先にやっぱり三好を完全に食いますか。四国に上陸しに行きますか。まあ、山名家とはね、ことを構える必要は今はなさそうなので、おっと、ここで郡上八幡か。郡上八幡の防御力はカスに等しいな。まあしょうがない、ここは軍勢を使って郡上八幡をすぐにでも取り返しに行きますか。まあ9だと持ちこたえられないと思うんで、まあ落ちますよね。
まあこう、そう考えるとちょっと一旦あれかな。どうだろうな。本願寺先に叩くっていうのもありですよね。本願寺がね、思いのほか邪魔くさい感じが否めない。ですからね、夏か正家を外して家事再造を入れましょう。こうやってね、本願寺がこう百姓を扇動して、たびたび一揆を起こされると、めんどくさいといえばめんどくさいですからね、やっぱり。ここは鉄砲隊とかはいないので、まあ、普通にというか、無難にというか、そういう戦い方をしていきましょう。まあ、部隊数が多いんで、まあ、敵を取り囲みながら、順次選別していくっていう作戦でいいかなとは思うんですよね。ここは百姓なんで、あっという間に敗走していきますね。まあ、追撃をしていく必要もないでしょう。まあ、こうやって一揆がたびたび起きると面倒くさいからな。本願寺ちゃっちゃと攻略しちゃいたいですね。まあ、とはいえ、本願寺を先に攻略する前に三好の息の根を止めておきたいので、三好攻めにかかりましょう。ついに四国に上陸ですね。お金が入ってきたらやることといえば、親善親善。もう親善しとかないと、今筒井と北畠と戦闘になったら、それこそ織田家は崩壊しますからね。そうならないようにしていきましょう。はい、というわけで時間が30分ぐらいになりますので、一旦ここで終わりにしてですね、次回は、この続きからプレイをしていきたいと思います。まあ、まずは三好で、その後は、本願寺攻めに取り掛かっていければいいかなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。